田さんです。隅田川を舞台に恋心を季節の移ろいとともに描いた春夏秋冬屋形船、江戸情緒あふれる作品です。一寸先は夕まぐれ、江戸の真ん中お台場あたり、ゆらり揺られて波の上、恋ぬすっとの闇の縁、夏の終わりの屋形船、水をすくった浴衣の君の遅れ毛がアフリュだね。障子を開ければ明かりが揺れる、あなたが好きと気づいてる、恋ぬすっとの憎らしさ、今夜で二度目の屋形船、膨れるほっぺに手編みのかごと、虫のプレゼント。あ、どうした？春町草の咲く丘は、おととい橋から隅田のあたり、船頭さんが微笑んだ、恋ぬすっとももうこれまでよ、はい、これが最後の屋形船、未練のコツな浮世の恋、ため息が風流だね。あ、どうした？あ、ちょいと第9位、お前に惚れた。美空ひばりさんの大きな愛の歌を今日は新野美香さんが歌います。俺に決めろよ、迷わずに紅さすお前に惚れた。あなた体に悪いわと、水でお酒を割って出す、惚れた惚れた
買えないと俺を泣かせる憎いやつ磯田ひばりさんを偲ぶ歌の数々、最後は生きる勇気を与えてくれるこの歌で締めくくることにいたしましょう。人生一路、come on。
僕ら生まれで喧嘩
も洗い無法一代涙を捨てて度胸千両で生きる身の男一代無法浅草育ちでちょっぴり美人でお祭り騒ぎが好きで、
緒に乗る方。雨が降ろうが夜が降ろうが朝から晩までおかぐらけっつくピーヒャラピーヒャラあらてんつくてんつく。おかめとおにがはんにゃとひょんとこがピーヒャラピーヒャラてんつくてんつく。それそれそれお祭りだ。おばさんおばさん大変だ。おうちは留守だよ空っぽだ。ピーヒャラヒャ何を言ってもテンツクツピーヒャラピーヒャラテンツクテンツク。それそれそれお祭りだ。お祭り済んで日が暮れて再び、またなみを歌った曲がブームを呼んでいます。そのルースといえるのがこの名曲です。昭和10年の歌、旅笠道中。新野美香さんの張りのある声がこの歌を生かしています。お聴きいただきましょう。旅笠道中。人情も旅の
レコードの B 面として発表された千秋直美さんの矢切の渡し、その後多くの歌手に歌われ、今では誰にも愛されるカラオケの定番ソングとなりました。連れて逃げてよ、ついておいでよ、夕暮れの雨が降る矢切の渡し、親の心に背いてまで恋に生きたい二人です。どこへ行くのよ、知らぬ土地だよ、揺れながら路が蒸せ
静かにあなたの帰りを待ってる優しい人がいるのよ。涙と言っても悲しい時に出す涙ばかりではありません。負けず嫌いや向こう行きで流す涙もあります。真野美香さん、涙を抱いた渡り鳥。昔の小言は水に流して晴れ晴れとの青夜空も久しぶりいいさ。涙を抱いた渡り鳥。大阪を舞台にした男と女の歌には他の場所では見られない独特の大人の味があります。その代表的な歌、大阪しぐれ、真野美香さんです。一人で生きてくなんてできない
一つや二つじゃないの古き傷は噂なに気の堂島堂島鈴芽こんな私でいいならあげる何もかも抱いてください大阪しぐれそれとも今は不幸せ よってあなたは染め咲きあたり尽くし足りない私が悪いI'm
春作の恋太郎僕のランドスジャン月の出ぬ間に消えちまえケチな面などケチな面など見たスケジュールメイコンビお江戸は今日も良い天気八丁堀を振り出しにあああああほい来たほい来たほい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 来たスケジュールガッテンゴンザ急げよ急げよえささおかごは行きます日本橋ちょいとのI need to yyou
わらぶき屋根にはヘイヘイホ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 星くずが降るよヘイヘイホ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 女房は藁を打つトン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 働き者だがよトン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 今も歌い継がれる服部メロディーの代表曲、阿波屋のり子さんの別れのブルース、新野美香さんです。窓を開ければ港が見える、メリーケンハトバの日が見える。
何か言おうと思っても女房にゃなんだか言えません。そこでついつい嘘を言う。なんです、あなた。いや別に僕はそのあのあパッピプッペパッピプッペパッピプッペポー、うちの女房にゃひげがある。姿優しく美しく、どこが怖いかわからない、ここかあそこかわからない。なんです、あなた。いや別に僕はそのあのパッピプッペパッピプッペパッピプッペポー、うちの女房にゃひげがある。雷火事おやじ、そいつは昔のことですよ。今じゃ女房が苦手だね。なんです、あなた。いや別に僕はそのあのパッピプッペパッピプッペパッピプッペポー、うちの女房にゃひげがある。独特なハスキーボイスで弟への切ない思いを歌うこの歌が多くの人の心をつかみました。今日は真野美香さんでお聴きください。
一人暮らしのアパートで薄い毛布にくるまってふと思い出すふるさとの一つ違いの弟を日から夢がないから恋をして今じゃ男の心さえ読める女になりました。力強い男歌と可愛さにあふれた女歌の世界を表現する真野美香さん、今夜はけなげな女心を歌ったこの歌をお届けしましょう。浮雲二人。一
の目が引き受けた。あの夜はあんたに任せたぜ。それもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで。わいのことを女たらしとかゴケ殺しとか言うけど、アホ抜かせ。女もこしらえんと金ばあかりためおるやつは一人前の芸人とは言わんわい。うまいもん食って飲みたいもん飲んで、それで女が惚れてきたらこっちも惚れたるかるがほんまの芸人や。ねえで税金払わんよって殺処祭に来たでかい。あなんぼでも抑えてよ。けど言うとくで、そこらの品物にぎょうさん噛み上がってまんぼだな。こっちは春やったらお前の口に一枚貼った方がよっぽど値打ちあるで。お前はなこの春男女の口が新章や。そばに私ついてなければ何もできないこの
ません。辛くとも、いつか中座の花になる。惚れた男の、惚れた男の、でっかい夢がある。よって一緒になった仲やない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。あんたが日本一の話し家になるためやったら、うちはどんな苦労にも耐えてみせます。人情こっぱなし、お色気ばなし、口も八丁手も八丁、女房は捨てても捨てきれんか、八方破れの寄せない子、命捨て身が、あいつもこいつもわいの心の分かり合って一人もおらへん。女房まで愛想つがいて出て行き腐った。えわい、春団地の値打ちの分からんような女房なんかいらんわい。わいは口座に命をかけてるんや。女房がなんじゃい、子供がどんな人ちんじ。わいの女房を落語じゃい。俺は天下の春団地、女房子供がどならた、口座が命のこの体張って磨いて新しい落語で客を喜ばず、日本一の話し家になってみせたる。それまでは一歩も引かぬど根性、何が男の ではいても、時折は男の胸の奥底に残る夫婦の情愛や親子の絆、立ちがたく頬に伝わる一滴こぼしちゃならんと見上げる空を、同じ思いで眺めて悲しい女が、芸人の女房が焼きもち焼いてたら亭主の出世の妨げになる。
色ごとは芸の肥やし、浮いた話の数だけ人気も出ると教えられてきたもんです。焼いたらあかん、焼いたらあかん、それはよう分かってるのやけど、打ち勝て打ち勝て、女ですさかいな。どこまで芸の苦労は知ってても、人の苦労はどこ吹く風、それがあんたの心象や。女子に惚れて惚れられて、妻子を捨てて好き勝手、気づいきままな生き方で芸の肥やしになるのなら、それで人気が出るのなら、誰がそしろとそしられようと、後へは引かずまっすぐに咲かせてください。芸の花進んでください。近頃流行りのあの蓄音機、聞いてはる方はよろしかもしれまへんが、吹き込んでる方は土台なんちゅうでも相手は機械、それに難しい顔した技師の姿しか見えまへんがな、ラッタヨンの腕いけまへん。どうせやったらおもろておいしいお菓子ちゃいまして、おいしい食べるレコード物言うせんべい中のこしらえて、これで一儲けとそろばん弾いたまではよろしおまして、けどせんべいがしっけて音が出まえんのや笑いごちゃ甘えんで、えらい損でんがな。そこへさして契約違反やとか言うて殺傷罪に来りましてね、しゃっぱり奪いやや。けど家の中なんか探しても金目のもんはなんもあらへん。あんまり気の毒やさか教えたりまして、あんたんた一番大事な値打ちも忘れてはりまっせーって言って、赤い亀一枚ワイの口ピタッと張って見せたりまして、ほらびっくりしおりましたで。それであんた新聞に載って以来人気だがな。なんちゅうてもワイは豪の虎や、世の中なるようになればいい。わだわい転じて服となすちゅうて、へっ、お後がよろしいようで。冷て狭めた台湾の空に、なんで丸に月が出る、ほろ酔い気分の屋台だけ、あよろけて人はしまったに足、ほろに涙のあえNaniwa no
春だんじ。ステージでした。いやー、中村さんいかがでした？ありがとうございました。もう必死のパッチでこのことですな。いやー、そして新の皆さん、喋る力もありますお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう。そして司会進行、坂本冬美さん、お世話になりました。そしてご出演の皆さん、ありがとうございました。今回の BS 日本の歌は京都府の宇治市からお送りいたしました。またお会いしましょう。